場委員会昭和レトロ支部、今回もよろしくお願いいたします。私新葉樹林です。こちらのチャンネルは昭和レトロなグッズ、出来事、人物などをこう可愛いという視点で紹介していきたいチャンネルでございます。私自身特撮オタ、下ネタ好きだったりするので、特撮ネタや下ネタが出てくる場合もございます。またあの歌が好きなので下手くそな歌が出てくる可能性もございますが、どうぞお付き合いいただければ幸いだと思います。で今回ね、紹介したいのはこちら、小学館ミニレディ百科シリーズ少女漫画入門、こちらを紹介したいと思っています。で私自身子供の頃からすごく絵とか描くのが好きだったんですね。でこちらのミニレディ百科、小学館から出ていた女の子向けのなんつうんですかね、これハウツー本的なのが結構流行ってた時期ですが、まあ、あのおしゃれ入門ですとかね、エチケット入門ですとか、こう外見を磨きましょうみたいな本もあったはずなんですけれども、当時の私が一番最初に選んだのはこの少女漫画入門、絵を描きたかったんですね。で、あのごめんなさいピミタン、紹介しづらい、なのでこちらについて紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではこちら少女漫画入門紹介していきましょう。小学館ミニレディ百科シリーズ、少女漫画の描き方を楽しく教えてくれる決定版です。表紙は上原紀美子先生の絵柄です。とてもゴージャスで美しい絵柄ですね。表紙のカバーを外したら、これまたレトロな絵柄が出てまいりました。昔のいちご新聞とかでね、よく見かけたね、絵柄ですね。ちょっと作者さんの名前をど忘れしてしまいました。人気漫画名場面集、やはり上原紀美子先生、当時から花形ですね。まずトップを飾っております。萩尾元先生、ポーの一族の絵柄です。萩尾元先生の漫画とかね、ちょっと当時幼かった私としてはちょっとなんか怖い感じがして苦手でしたね。こちら岸優子先生、玉三郎シリーズ、歌舞伎の漫画ですかね。高橋涼子先生、つらいぜ僕ちゃん、この当時少女コミックで連載していたラインナップのようです。おっきくなあれ、牧野和子先生。牧野和子先生というと私世代からするとどっちかというとハイティーンブギの人っていう感じですね。この頃はね、コメディータッチの可愛らしい絵柄で、あんなドロドロとした漫画を描く以前のことですね。銀色のフラッシュ、飛田信子先生、フィギュアスケートの漫画ですね。ファラオの墓、竹宮恵子先生、こちらもね、やはり当時幼かった私としてはちょっと理解できなくって苦手な漫画でしたね。今読むと違ってくるんだと思います。栄光の出発、名田茂美先生、バレーボールの漫画ですかね。ぐるぐるヘアの美人がものすごい形相でバレーボールを持っております。こちら各先生方からこうメッセージというかね、寄せ書き風のアドバイスが載っております。なんかやっぱり当時あまり理解できませんでしたね。人気漫画を真似して描いてみましょう。昔からね、絵を上達するにはまず真似から入りましょうとはよく言われてましたね。しかしね、このページをめくったところで当時の私は割と落胆することになるんですけれども、漫画を描く時の道具を紹介します。これだけたくさんの道具が漫画を描くには必要ということが書いてありますね。いやもうがっかりですよ。この中で自分が持っているものといったら、そうですね、画用紙と物差しと消しゴムとちり紙ぐらいでしたからね。こんな立派な道具なんかとてもとてもですね。最近はね、結構100均とかでも漫画描く道具とか売ってていいなと思いますね。はい、あなたも一緒に描いてみましょう。いきなりこれを描けとおっしゃるんですか。こちらね、とても可愛らしい絵柄ですね。筆箱にもなっているような絵柄です。こうね、書き方とかね、説明されてるんですけれども、まあ、子供には理解不能ですよ。色をつける時も耐水性のインクでペン入れをします。無理です。その耐水性のインク自体が持ってないですからね。Gペンとかを初めて使った時は、ちょっと大人になったような気がした覚えがあります。ペンはGペンの他にカブラペン、モルペンなどがあります。カブラペン、カブラ、アクマイザー3かな。こちらもね、各漫画の名場面が載っております。やはり上原紀美子先生、萩尾元先生、こちらも萩尾元先生ですね。高橋涼子先生、砂子育子先生、竹宮恵子先生、飛田信子先生、あー綺麗な絵ですね。フィギュアスケートなんてね、当時庶民のね、子供にとっては手が届かない存在ですからね、さぞや華やかな世界に見えたことと思います。あ、牧野和子先生、ドロドロのハイティーンブギを描く前の漫画ですね。こっちの絵の方がいいんじゃないですかね。こういう絵の方が
向いてるような気がします。ちょっと生き生きした感じでね、灘茂美先生、先ほどのバレーボールのね漫画ですね、岸優子先生、先ほどのやはり歌舞伎の漫画、あ、市川美佐子先生、この漫画すごい好きでしたね。およねこぶーにゃんのね、最初幸せさんという漫画だったんですけれども、よく漫画読んでましたし、絵も真似してました。後にね、およねこぶーにゃんというアニメになったんですけれども、そのアニメになったのも漫画から考えるとだいぶ後になってからねアニメになってましたね。このアニメもすごい面白くって、で子供が小さい時に CS とかで録画して子供たちに見せたらめちゃくちゃハマってましたね。いまだにうちの子たちはおよねこぶーにゃんが好きとか言ってるけど、お友達誰も知らないんだよねって言ってますね。そりゃ知らないでしょうね。でこちら読者イラストコーナーなんかが載ってますけれども、もうすんごい上手だと思うんですけれども、結構ね読者の絵に対して辛辣なことが書いてあったりとかして、もうとてもしっかり書いていますね。でもマジックじゃなくってインクを使って書きなさいとか、絵の輪郭線などにタッチの勢いが出ると絵が生きてきますとか、なんかそんないきなり無茶なということが書いてあります。少女漫画基本のテクニックをマスターしましょう。またいきなりこんな絵を描けと顔を描いてみましょう。でもさっき全身を描けと言った後に顔を描いてみましょう、顔の方が簡単だったんじゃないですかね。順を追っていくとすると、また色をつけてみましょう。来ました。この当時ね、ホワイトを入れるというね発想もね理解できなかったので、この白いキラキラもね全部ね漫画家さんが手で描いてるのかと思って、すごいなと思いましたね。まあ、ホワイト自体は手で入れてるんですけれども、塗り残しみたいな感じだと思ってました。色の付け方アドバイス、本当にね手芸会の時も言ったんですけれども、この当時の大人というのは子供に随分高度なテクニックを叩き込もうとしてるなという感じがいたしますね。ヘアスタイルでこんなに顔の感じが違います。まあわかります。結構漫画というのはねキャラクターを髪型で判断してるところがございますので、髪型が変わったら別人です。いろいろな表情の顔を描いてみましょう。あら、もうモデルが美少女だからどんな顔をしても可愛い顔になってますね。顔で性格を描き分けてみましょう。もうあ、これ絶対意地悪なタイプや。ギャグ漫画の顔の作り方、よく小学生の時ね漫画描いたんですけれども、私の作風はギャグ漫画でしたので、こういうキラキラしたね漫画にはすごく憧れました。小学4年生ぐらいの時、同じクラスの子ですごい少女漫画が得意な子がいて、その子の周りにはいつも女子がね可愛い可愛いって集まってていいなって思ってました。漫画の主人公の顔をマスターしましょう。いろいろ模写をして覚えろということですかね。もう簡単に言うなって感じですけど、この子可愛いね、もうぐるぐるヘアのゴージャスな美少女ですわ。こういう絵を見るとちょっとねほっとしたりとかします。もうねプロなんじゃないかっていうねイラストも載っています。こちらのイラストはね、まあ当時からすると上手には描けてると思いますけれども、結構酷評を受けてますけど、これ写し書きをなぞった臭いな。今見るといろいろなスタイルやポーズを描いてみましょう。全身を描いてみましょう。もう全身なんて子供に無理ですよ。せいぜいこういう絵ですわ。今ねデッサンのね本とかでね、こう AV 女優の方が裸でいろんなポーズをしてくれてる本とかねあるんですよね。あれすごくいいなと思ってね、ちょっと欲しいなと思うんですけど、走るとこなんかねすごく難しいですよね。あとやっぱり手難しいですね。あなたの周りの人はどんなポーズをしているかしら。ポーズもそうだけど服装がちょっとレトロで可愛らしいですね。おしゃれをさせてみましょう。キャラクターのね服装というのもねやっぱりね絵を描くにあたってすごい悩んでしまうところですよね。この当時ね子供ファッション雑誌なんかね知らないですからね、せいぜいねもうヨーカドーのチラシぐらいですよ、お手本にするとしたら。でもこの服みんな可愛いな、色塗りたくなってきますね。この絵柄で塗り絵を出してほしい。素敵な素敵な時代系のコスチュームですね。このクラシックな感じ可愛い、ハイカラさんチックなのも可愛い。漫画の主人公の全身をマスターしましょう。お前らさっき顔を描いたんだから今度全身描けるだろってことだね。ざっくりした説明でここまで描けと。もうこの当時ねこの本何回も読みましたけれども、本当に読むだけで絵にチャレンジしようなんてことは思いませんでしたね。もう最初から無理です。いろんな年代の男女を描き分けてみましょう。これもねなかなか難易度が高いところですね。いろいろな職業を描き分けてみましょう。この辺の絵柄はまだ素人っぽさがあってちょっと癒される絵柄です。背景をつけてイメージアップしましょう。背景をつけての背景がいきなりこんな背景って、このパルテノン神殿みたいなやつ、いや無理でしょ。いや人間ね諦めちゃいけない、いろいろねチャレンジしなきゃいけないということですよ。すごいですね、パースをつけて部屋の中を描いてみるとかね、透視図法を知ってると
簡単に書けます。投資図法を知ってる小学生いません。ロマンチックな部屋、あ、素敵ですね。こういう部屋にね、こういう部屋で暮らしてみたかったな。学校、いや、この絵描いてる人ね、めちゃくちゃ上手だと思います。街、あら、素敵な彼氏とデートですか。いいですね。このワンピースっぽいの可愛い。この後ろにリボンついてるの可愛い。公園、公園の絵なんてプロの漫画家さんでもそんなに描く人いないんじゃないですかね。どうなんだろう。なんか美しい恋人同士がなんか語らってるけど、なんかこんな台風で折れた木みたいなとこ座ってるけど、おけついたくなんないのかな。こんなところで座っても話も盛り上がらないでしょうけど、大丈夫なんでしょうかね。春を描いてみましょう。春といえばやっぱりお花ですね。あ、このね、お花の描き方、これは参考にしてね、バラの花とかね、よく描きました。私まだにこの描き方でバラを描くとすれば描くと思います。夏を描いてみましょう。まだ爽やかな暑さも夏って感じがしますね、この時代はね。今だったら死ぬかもしれない夏ですからね。秋を描いてみましょう。秋、秋、秋っていうだけでこんな上手いのっておじさんみたいなのやってきたらちょっと嬉しくなっちゃいますよね。木の描き方、枯葉の描き方なんかも載ってます。ほい、冬を描いてみましょう。あー、いいですね、冬ね。リゾート地の冬なんですね。こたつでみかんの冬じゃないんだ。でも私ね、冬好きなんですね。夏ちょっと苦手なんでね、寒い方が好きかな。いろいろな感情をバックで強調してみましょう。やはりね、この絵を描いてる風間弘子先生とおっしゃる方ですが、めちゃくちゃ絵の上手い方なんだと思います。様々な表情が表現されております。やはり少女漫画ですのでね、皆さん表現がね、上品だと思います。驚き、不安、恐怖、もうものすごい形相ですね。見てるこっちが心配になります。こちらはイラストポエムコーナー、美麗なイラストと素敵なポエムが載っております。あなたも少女漫画を描いてみましょう。いよいよ少女漫画を描く段階となりました。ストーリーの構成方法ですとか、キャラクターの作り方などが載っております。でこちらテキスト的なね、漫画も載っておりますね。いろいろな登場人物、地味な感じのね、お友達ですとかね、美人のライバルも出したかったんだけど、今回はページ数の関係で出せず残念。あの、美人なのはいいですけどね、この方何をそんな怒ってるんでしょうかね。いくら美人でもね、ちょっとその表情はね、良くないですね。で、まあベタなストーリー展開、女の子は同じクラスの K 君が好きだった、それは誰も知らない片思いの初恋、突然美人で頭の良いライバルが出現、少女はライバルの様々な意地悪にもひたすら耐える。本かっぱらったりしてますね、ものすごい意地悪だわ。結局 K 君は心優しい少女の方を好きになるのだ。まあ実際世の中ね、そんなうまくはいかないんですけどね。昭和漫画キッズの憧れ、スクリーントーンの説明がほんのり書いてあります。その昔漫画とか見てて、こういう細かい柄とかをね、見てね、一個一個ね、漫画家の先生は手で描いてるんだと思っていた子供は、多分俺やお前だけじゃないと思います。すごいね、当時はね、高価でね、1枚600円とか700円とかね、したんですよね。もっとしたのかな。中学生ぐらいの時に初めてスクリーントーン買った時は、まあそれはそれは大切にね、使いましたね。でも今は100均とかでこれっぽいものが売ってたりとか、リボンとか仲良しみたいな少女雑誌に、こういうスクリーントーンですとか、トレス台ですとか、漫画家セットみたいなのがね、付録につく時代でね、すごくね、羨ましいなと思います。そしてこれがね、お手本的な漫画ですね。恋のクレヨン。
はい、それではせっかくですので、この大人になってからのこの画力を生かして模写に挑戦してみようかと思います。こういうね、こうキラキラした感じのね、絵柄は子供の頃憧れましたけれども、なかなかね、描くのがね、難しかったですね。このぐらいの絵柄なら描けたかなっていう気はしますけれども、でもギャグ漫画はギャグ漫画でね、難しいんですよね。その辺にしましょうかしら。この辺なんかいいかな。とこの辺描いてみましょうか。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。なかなかね、少女漫画の世界ね、難しいですね。私にはやっぱりできません。はい、ではこのチャンネルが少しでも面白いと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、次回もまた見ていただけたら幸いです。新四時でした。バイバーイ。これならどう？